子供の国。どうも、沖縄子供の国のゴヤです。前回紙のブーメランの動画、紹介をしましたけれども、あの後外で投げるブーメランも見てみたいという声を結構いただいて、今日は外で投げるブーメランを皆さんに紹介したいと思います。はい、私が持っている屋外用のブーメランがこちらです。まずこの木製のやつがお遊び用のブーメラン、こちら側が競技用のブーメランです。はい、まずはこちら木製のブーメランから紹介します。ブーメランの話した時にほとんども9割以上の方が戻ってくるのって言うんですよ。でブーメラン知らない人ってほとんどいないと思うんですけど、こういうこの V 字のブーメランが戻ってくる姿を見たことある人はほとんどいらっしゃらないんじゃないかなと思います。今日はその中でもじゃあお気に入りのこちら、うちのスタッフに塗ってもらったこの木製のブーメランを漆で塗ってもらいました。この漆のブーメランの動画を紹介します。こちらです。はい、木製のブーメランでした。私は基本的にコークベニヤっていう材料を使ってるんですけども、シナベニヤだったり、もう本当にいろんなその辺に落ちてるようなベニヤ板、戻ってくるだけなら材料はいろんなものを使って作ることができます。まあ、形もいろいろですね、こんなのだったり、M の形も戻ってくるし、まあ、こういうの、いろんな形、またいろんな角度、こういう角度とかもっと狭かったりとか、まあ、いろんな角度のブーメランで作って楽しく遊んでいます。はい、次にこちら競技用のブーメランです。皆さんブーメランに競技があるって知ってました？6種目あるんですよ。もうほとんどの方が知らないと思うんですけれども、こちらが競技用のブーメランになってます。今日はその、競技用のブーメランのうち、3つの種目紹介していきたいと思います。はい、まず最初に紹介する種目が OG ラウンドっていう種目なんですけれども、私が一番好きな種目です。ブーメランの3つの要素である飛距離、それから正確さ、でキャッチ、この3つの総合力を競う競技なんですけれども、飛距離の部分では 50m 以上飛ばせば高いポイントになるんですけれども、今回子どもの国50周年ということでちょうど 50m 飛んだブーメランを今動画で紹介します。こちらです。構えて投げた、今 50m です。で、止まってるように見えますけどぐるぐる高速で回転してます。キャッチ、さあ次に紹介する種目がファストキャッチっていう種目です。20メートル以上飛距離を出して半径2メートルのサークル内を起点として5回投げてキャッチするタイムを競います。はい、次に紹介する種目がトリックキャッチっていう種目です。キャッチの技を競う種目です。背中でキャッチしたり、足の下でキャッチしたり、足でポンって蹴ってキャッチをしたり、足でキャッチをしたり、まあ、決められた10種類の、キャッチのこう技を、競っていくんですけども、その合計点を競っていくっていう競技です。まあ、その一部ちょっと動画でお見せしたいと思います。こちらです。
さあいかがだったでしょうか、ほとんど知られていないんじゃないかなというブーメランのことを少しだけ紹介できたんじゃないかなと思います。今後この、競技を他の種目も紹介していきたいと思いますし、この木製のブーメランの簡単な作り方とかも、いろいろ紹介していければと思っております。今日はありがとうございました。